話です。これね、GIMP っていう GIMP っていう画像編集ソフトの、一つの描画のパレットだけを写してます。これを使って今日は、自分の方でも上げている30秒ドローイングの動画、自分で上げている30秒ドローイングの動画を、見ながら実際描いてみようというのをチャレンジしてみようと思います。使う動画はこちら、30秒ドローイング。もともとね、めちゃくちゃ伸びてる90秒ドローイングっていう動画がありましてですね、なんかね、あまりに伸びすぎてちょっと恥ずかしい恥ずかしいぐらい伸びてる。なのであれを上げてる本人はどの程度の腕なのかっていうのを多分まあ興味ないとは思うんですけど、やってみようかなっていうのと、あと個人的に絵のちょっと上達に向けて自分でやろうかなというところです。はい、じゃあ、これをスタートさせていきます。動画としてもね、5分で収めてるんですけど、30秒で5分なんで、まあ 10個ですね。10分割しないと書けないんですけど、このこれね、10分割これから10体書きます。5分で10体書きます。早送りでやっていこうと思います。それではスタート。しかしね、喋りながらやっていくよ喋りながらやらせていただくよ。これ30秒ドローイング、30秒で書くっていうものですね。はい太いんじゃ、これもう失敗でしょさ失敗です。こうはい、こうだったな。文字引っかかったか。これね、入んないっすね多分ね。あと難しいギンプちゃんちょっと向いてないんじゃないですかね、このさ作業この作業多分ギンプちゃん向いてないですね。大きくしたいんですけど、大きくするのありなんかな、やっちゃっていいのかな。ちょっと上半身の下半身がね、こういうまあクロッキーみたいな早く描くときってやっぱりこの線というか骨格を意識した方がいいんでしょうかね素人だけど、まあ極端には素人だけど、うん、ざっと書いてますね。ざっとせめて顔の当たりぐらい欲しいね。うん、ここまで書いててなんだけど、ちょっとね、ギンプのウェイトが重いっすね。これ結構この肩のこのライン大事かもしれない。やっぱさっと書くっていう技術、30秒とはいえさっと書く、これを大事にしていきたいなというふうな思いでね、あまりこうディテールよりは人間のこう体のラインをこうしっかり通るというような。これ全然取れてないんじゃないか、大丈夫か次難しいな、これ難しいですね。やっぱこういうのが欲しいよね。こういうのが欲しいよね。当たりが欲しいよね。手がとてもじゃないけど、ギンプの筆では、このギンプのインクでは手の繊細なあれは描けないですね。で、こうして、ここ難しいね。こういうの難しいですね。なるべく書くときにはこうあまりこうなんだろうな、凝視せずに目にイメージを焼き付けつつ書くときは、あくまでもこっちの絵に集中しながら網膜に絵のイメージを焼き付けて、こういう感じかな。これさ、30秒じゃ限界があるよ。自分であげといて偉そうにコメントしといてなんだけどさ、30秒じゃ限界があるよ。
どこまで書いていいのかわからないね、確かにね。でも、できる限り30秒で完成させましょう。そういうのが大事なんだね。この辺の腰のあたりの、腰のあたりのところとかを結構ね、やっぱりこう、意識して書かれた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、どの口で読むのかわからんけど。全然じゃ、全然書けとな。次、壁ドンじゃないな。これはね、壁に手をついて、どこから書きよんこれ。どこから書きよん、頭から書きいや。偉そうにね、ドローイング系の動画を上げようってのさ、この程度の画力ですよ。なんで皆さんね、落ち込まなくてもいいですよ。この程度のやつが上げとるやつなんで、ね、大して。でもまあ、いつもやってるわけじゃないしね、別に。なんなら今日が初めてやるぐらいだよ。いや、初めてじゃないけどさ。部活で紹介して、それ以来だよ。部活。茶道部の部活。茶道部じゃないです。万件の部活でね。なんで今茶道って言ったんだ。こういう胸のラインとかをこう綺麗にね、書きたいですよね。女性の場合はね。やっぱ女性の場合は、やっぱりこう、線のしなやかさ。線のしなやかさ。これを意識して、一筆、ひらがなみたいなイメージでね。やっぱね、書くならね。ひらがなみたいなイメージ書いていきたい。これ最後か。これすげえ難しいなと思ったんだよな。選んでる中で、あ、これ難しいなって、最後に持ってくるにはひどいなって思いながら選んだやつです。こうやって書くときには、骨格よりはシルエット。こういうのを書くときにシルエット。ほいっていうの具合で、どうでしょうか?30秒。まあ、こんなもんですね。こんなもんですね。